ージ B3 サポーテッドバイルイド B3 サポーテッドバイルイド。FM 富士 B3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。どうも佐々木おさむです。はい、今週も始まりました佐々木さん、はい、ね、はい、いよいよですね、世間はですね、はい、来週、まあ、ハロウィンっていうこともありまして、はいはいはい、結構ですね、もう街中、ね、かぼちゃだらけでね、もう大盛り上がりですよ。僕はもう何ていうんですか、クラブ DJ やってまして、はい、もうね、ハロウィンは過去20年ぐらいやってきてますよ。すごい、20回も仮装されてるってことですか。もっとやってますね。やっぱりなんか一つのイベントなんで、はい、うん、結構盛り上がるんですよね。そうですよね。そんな、こんなに盛り上がったのは、うん、ここ数年だと思うんですけど、ね、まあ、SNS とかね、そういうのがあったりとか、はい、まあ、みんな自分見てみて、インスタグラムとかでね、上げるためにね、もう見てみて、はい、見てみてな感じでね、はい、いいことなんですけども、はい、まあ、そういうのない頃はやっぱり、まあ、みんなで好き好きな格好して踊ろうぜみたいな感じでね、うん、やってたんですけども、はい、いや今年もね、まあ、今年ちょっとずれてるんですよね。あのハロウィンが、火曜日かな、火曜日、まあ、そういうのもあるんで、はい、まあ、週末の20いつだろうな、来週ちょうどだから28、そうですね、28、来週の土曜日あたりが、はい、まあ、土曜日とか金曜日あたりがピークになるんじゃないかっていうふうに、ね、言われてますけどね。僕28日は長野で講義って書いてますね。長野で講義作詞講座です。これはぜひですね、講義って何ですか。あの作詞の仕方とか、僕がこうやってるよっていうのを、その博士の学校でやってください。はい、博士の学校で。学校で何ですかそれ。なんかこうほらちょっと軽い仮装で、いや、あ、博士の格好でね、いやいやいや、博士に白いひげつけて、いやいやいや、どうもね、確かにそうですよね、佐々木ですって、写真と雰囲気が違うって、ハハハハハみたいな。じゃもうドレスコードみたいに設けて、あの生徒たちも、ね、ちょっとかぼちゃをなんかつけてきてよみたいな、うん、仮装で参加するといいよって先生が全くやってこないっていう、そういうまさかのいいですね。あの今年僕はですね、はい、あのアゲハっていう、あの新場にあるクラブがあるんですけど、それ結構大きなクラブ で、ね、でそこで結構あのハロウィン盛り上がるんです、うんうん、すごい、うん、あのハロウィンナイトがですね28日に あるんで、そちらの方にですねブラックジャックスで出演しますので、ね、素晴らしい。もしよかったらですね、はい、皆さんぜひ会場でお会いできたらと思っております。はい、はい、MGB3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴン、そして佐々木さんに関するですね質問ご意見ご要望など B3 のホームページから送ってください。はい、そしてリクエストでいよいよですね来週ですね、はい、週明けねやりますんでリクエスト大会をやっています。10月のテーマはハロウィンではございません、はい、何でしたっけ。運動しようぜ、知ってますか、運動ね、はい、ということで、はい、運動するときに聴きたくなるような曲とかって結構あるって ねありますよ、いっぱい。佐々木さんもあの最近あのランニングしてるということで。そうですね、あの、はい、ランニング中にランニング中に松任谷由実聴いたりそうなんですか。松任谷聴いてないですえ、ドラゴンさんそうなんですか。僕はねランニングそもそもしませんからね。するって言ってたじゃないですか。実はね、しましょう、したんですよ。あ、したんですか。したんですよ。この間札幌で、武田真治君と一緒にあのライブがあったんですよ。はいはい、で真治はもうしょっちゅう走ってるんで、うん、走ろうと、うん、ライブ前ですよ当日。あ、偉いですね、ライブ前。当日にね、はい、朝早く起こされてですね、はい、まあね、なんかその中島公園って結構札幌にある綺麗な公園なんですけど、テレビ塔が近くにあるところですね、近くね、そこでね走りましたよ。30分走ったんですよ。おお、いいじゃないですか。30分ってね結構ですね。まあ結構走りますよ ねおかげで全身筋肉痛になってですねまあでもライブはねあの筋肉痛なく楽しくやれたんですけど、そうです、ね、次の日、はい、その次の日が大変でしたね。あ、本当ですか。はい、あらま、あらま、あらまね、ほどほどがいいかと思いますそして、来月のテーマはこちらですカラオケで何歌う。はい、10月は運動しようぜ、11月はカラオケで何歌う、ね、カラオケで歌う曲、ね、カラオケで聴きたい曲などお待ちしております。そうですね。それでは今日の1曲目いってみましょう。気にしてないつもりだけど、似たりよって痛いよって言っちゃうよ。通り雨だけど傘さしてる半端なイマジネーション、フルスピードでやってきた夏の景色、君の声My life まだやりきれそうだな。
さ、ここまで来たら愛に変わってるよ。自分に言い聞かしていたんだけど、どんなタイミングでも準備は万端だけど、レボリューション、いざとなったと持ってきた荷物は役立たず、君にポーズを決めていたいから、 It's my life、 唇噛んで待ちぼけさ、そんな自分も悪くはないのさ、 It's my life、 笑ってごまかした、本日のゲストハイエナカーで It's My Life でした。 DJ ドラゴンと佐藤様がお送りしています。 B3 サポーテッドバイルイド。さあ今週のゲストハイエナカーの、皆さんですね、なくてなんとですね、お一人です。ハイエナカーさんです。ハイエナカーさんです。そうか、はい、ハイエナカーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうか、そういうことですよね。そうですよね。本名はお隠しになってるとか、はい、いや、あの村瀬です。あ、村瀬さんですけど、ハイエナカーの村瀬さんでいいんですか。じゃあどうなんだろうね。そうですね、まあ、まだその始めたばっか、じゃ始めたばっかなんで、はい、ハイエナカーさんですって言われるとこう自分なのかなみたいな。そこ決めていきましょうか。そうですね、今後のためにまあでもね、まあ、でもそうですね、はい、ハイエナカーとしてハイエナカーで、ね、はい、いきたいと思いたいと思いますが、はい、まあ実はねこれまであのバンドをずっとやられてて、はい、そうですね、バンド活動が16歳から。あ、そんなにやられてる。もうはい、その時に、ね、うん、音楽の部活があったんで、はい、そこからずっとやってた、友達とずっとやってたんですけどね、はい、でもう昨年ぐらいまでやってたんですか、バンドは。そうですね、はい、昨年までやってて、まあ、バンドの方は解散してて、残念ながら解散してしまって、ええ、うん、そこからまあまあでも僕は音楽やりたいぞっていうのがまあずっとあったんで、はい、一人でやっていこうかなっていう。じゃあメンバーまあそれぞれいろいろ、まあ音楽やる人もいれば、そうですね、あの就職しちゃったりとか、別の道に行く。そうですね、あ、まあね、ちょうど年齢的にもそういうね、そうですよね、時期でもあったりするってことで、うん、うん、いや俺はやってくぜとして、そうですね、はい、ちょっとまあ気になるこのハイエナカーなんですけども、はい、ちょっとなんかこう意味とかあったりするんですか。そうですね、はい、あのもともとあのヘンリー・ヘンリーズって名前のバンドだったんですけど、はい、なんかその図をつけないやつにしようと思ってなんでそれ名前で行こうと思わなかったのかちょっと気になるところでもありますよね。まあ、バンドを組もうというよりはソロで、まあそうですね、やろうと思って、はい、うん、ただやっぱソロだけど何だろう、こう名前をつけるっていう、やっぱなんかこう自分の名前だと地味かなみたいな
うん、なるほど、はい、でハイエナカー、まあ図はつけず、はい、ハイエナカーにしたという。このハイエナカーどっから来てる？はい、ハイエナカー、そうですね、はい、あのなんだろう、ちょっとこうハイエナって、はい、なんちゅうかそのそれこそ パチンコとか、うん、とは言うとそのあまりこうちょっと卑怯っちゅうか、はい、なんかでもなんかその卑怯な大人たちをこう乗せていく車みたいな、ああ、うん、まあなんか後付けで考えたんですけど、卑怯な大人たちを乗せていく車ってみたいな、まあ響きはなんかでも綺麗な感じ、そうですよね、そうですね、はい、あの動物のハイエナから来てるってことですね、はい、ね、あのなんかこうちっちゃい時に、うん、あのハイエナがあんまり自分でもあんまり覚えてなかったんですけど、はい、好きだったみたいですね、はい、あ、好きな動物ハイエナ、まあなんか縁かなみたいな思って、はい、好き、なかなかね、ハイエナ好きっていう、ハイエナ、いろんな動物がいる中で、うん、ハイエナってね、なかなかね、え、そうですね、なんかこう、うん、ちょっとやっぱこう色もそうだけどグレーというか、はい、うん、なんか一番目じゃない、おー、うん、あ、でもなんか分かる気もするな、うん、なんかうちの娘もハイエナ好きですよ、はい、あ、そうなんですか、そうそうなんでって理由はないんだけどね、したら聞いたら、ね、子供ハイエナ好きな子いるっていう、あ、そうなんだろうね、そうですね、なんか見たいです ね、ハイエナとか、あとヤブイヌとか、あ、ヤブイヌとか、ヤブイヌ気になりますけどね、はい、まあまあそんな名前でねやられてるということですけども、はい、まあ、バンドからソロになってやっぱまあ変わって、はい、まあもちろんね大きく変わったと思うんですけども、はい、どうです、なんかこうやってみてって、そうですね、あのライブではあのバンド編成というか、まあ、そのサポートのメンバーを、はい、あの呼んでやってるんですけど、やっぱなんかこう、うん、責任感的に言うとこう一人なんで、うん、まあ、前はそのなんだろう、いわゆるギタリストの魅力がとか、はい、なドラマーの魅力がとかそういう感じだったんですけど、もう自分に興味を持ってもらわないといけないというか、ああそっか、バンドっていうのは集合体だから、ね、あ、そうですね、うん、はい、あるけどもそっか、あのあくまでも俺っていうことも ね、 そうなんですね、あとね、うん、サポートの人たちはサポートの人たちだからね、そうですね、あくまでね、はい、うん、もちろんその人たちの魅力っていうのもあるけども、うん、まあ、毎回その人たちってことではないから、うん、そこは責任、いろんな意味で ね、まあ、そうですね、例えば聞かれるわけだから、ここどうしましょうかみたいな、どうしようかとか、うん、ね、聞かれる部分もあるわけだから、うん、前は結構いやー分かんないなって投げてた部分もちゃんと一応考えて、一応そうですね、適当にソロやっといてよって言えたけどねそうですね、うん、そうもいかないもんね、うん、そこはちょっと大変な部分だけど、そうですね、佐々木さんも実はね、あのバンドをやられてて、あ、そうですね、で、まあ、ソロ活動を今なさってるって、はい、まあ以上立場が冬に近いと思ってね、はい、どうなんですか、パイセン、確かにね、バンドだとこう潰しが効くって言いますか、うん、それぞれにやっぱこうファンがついたりするんで、うん、やっぱソロって大変だなと思いますね、全部自分ですもんね、そうなんです、言い訳が聞かないですよね、はい、これはあのベースがさやれやれ言うからとかもないもんね、ないですもん ね、本当あります、そうですね、まあでもやっぱり自由っていうところでは、そうですね、いいですかね、でも僕もやっぱアコギ持って最終的には一人で弾き語りやったりとかね、うんうん、しますもんね、うんうん、まあ、今日も実はですね、なんとね、ギターを持ってきてくださって、そうですね、持ってきました、ということはですよ、生歌、まさかの、まさかのね、生演奏ね、意外にねこの番組では珍しいというか、そうですね、はい、そうなんですよ、はい、嬉しいですね、うん、どうですか、今日はじゃあ早速1曲演奏していただいてもよろしいですか、はい、曲目は何でしょうか、雨降りでも月は輝いているという、はい、はい、じゃあちょっと準備ができ次第よろしくお願いします、はい、上がった夜は行こう
イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。素晴らしいね、ハイエナカーで雨降りでも月が輝いているね。どうでもいいね、しました。生演奏でね、演奏していただいたんですけども、うん、いやーなんか雰囲気ね、あるというかですね、はい、すごく。まだね、あの年齢は特に隠してはいない。隠してないです ね今、うん、キャピキャピの23歳。キャピキャピの23歳。キャピキャピはね、残念ながらないんだけど。そうです、全然キャピキャピしてない。ね、なんだろう、こう歌ってる姿とかね、雰囲気が、はい、まあ、入れ替わしの宮本さんみたいな。あ、そうですよ、ね、あ、でも好きですね。あ、バスケ、はい、RC サクセッションとか、清志郎さんっぽさもあって、それちょっと古め、古めって言ったら古めって失礼だけど、まあ、そうですね、僕が聴いてたような音楽をね、うん、そうですね、大滝英一さんとか。おお、はい、ああ、なるほどね。あ、そういう感じの、ね、あの辺の昭和の、そうですね、ニューミュージックというかね、なんかもうギターのコードの音遣いがなんかすごいおしゃれなフリッパーズギターみたいな、ちょっとそれっぽくやってみました。あ、そうなんだね、そういう雰囲気もある、ね、まあ、ロック感もあるんだけどね、うん、歌い方はこう、うん、こうちょっと投げかけるような感じもあって、はいはい、ああ面白いなと思って、ね、すごく面白いなという言い方失礼で、かっこいいなと思います。ありがとうございます。いや本当に癒されました。でもそうですね、いいですよね、うん、すごくね。おお、なんかだから僕らがねリアルタイムでこうマイレカシとかね、はい、まあ、RC なんかは、うん、そうですね、学生時代聞いてきて、それをこうやっぱ世代を超えてね、失礼ですけど、まあね、23の、ね、そうですね、ちょっと生まれるのが遅かったかもしれない、ね、いやいや、でもちゃんとこう受け継いで継いでますね、っていくっていうのはすごくね、はい、いいなっていうふうにすごく思いましたね、うん、かっこよかったですね。そうですね、ありがとうございます。はい、そんなですね、はい、ハイエナカーなんですけれども、はい、まあ、実際あの見てみたいなって今日聞いてね、うん、演奏聞いて思った方、はい、ライブの方があるということなんですけれども、ね、はい、どうなってらっしゃるんでしょうか。はい、ですね、10月の25日に、はい、神田のテラススクエアという、うん、あのなんかそうですね、会社員ビルみたいな、はい、うん、あのとこでやあるフードコートで、はい、あ、フードコートで、はい、あのライブが決まってまして、あ、フリーライブみたいな、そうですね、こちらは入場無料ですね、はい、いいですね、はい、ですね。そして10月の10月30日に横浜の BB ストリートっていうライブ、はい、そちらはライブハウスで、ライブハウス、はい、これはあの普段その僕のハイナカの活動の時にギターとドラムをやってもらってるそのメンバーのやってるバンドがありまして、はい、エルマースコーティーズっていう、はい、そのバンドの企画にそのお呼ばれして、うん、まあ、その日はそのバンドも出るし、その僕のハイエナカーでも弾いてくれる、うん、ああなるほど、なるほど、ね、じゃあその時はバンドでやるんですか。そうですね、はい、じゃあ10月25日はアコースティックスタイルなのかな。あ、この日も違う。そうですね、この日もバンド、あ、バンドなんだ、そうですね、まあ、すごいちょっと抑えて、はい、はい、なるほど。ジャルホトもバンドスタイルで見れるということで、もアコースティックもね、すごい良かったですよ ね全然一人で完結してますね。そうですね、実は、ね、うん、さすがソロねえ、本当ですよね、素晴らしかったですね、はい、はい、ね、今日ちょっとね生演奏までしてくれてありがとうございます。お嬢さん、ありがとうございます。あのまたちょっとね、あれ作品とかってもうリリースはされてるのかな。ですね、まだリリースとか全然なくて、そうですよね、はい、自分で録音とかをしていて、うん、はい、あの演奏してるのはもちろんサポートのメンバーだったりとか、はい、まあ、なんですけど、そのエンジニアとしてその、うん、録音をしてミックスしてマスタリングしてみたいなのを自分で、自分でっていうのもやってるんですか、はい、そうなんだ。そういうのも結構好きだったりする。まああんま好きではないんですけど、あまあそのやっぱこう自分でできた方がいろいろ融通聞く部分もあるなと思って、ね、うん、勉強してちょっと、うん、そうですね、へえ、なんかちょっとこう、ね、うん、で曲作って歌ってるだけだとこうダメな時代なのかもしれないなってこう思って、やっぱそういうこともプラスアルファじゃないけどやっていけたらいいのかなっていう、自己完結じゃないけど、ね、はい、責任とて思ってやってるね、さすがに。そうですね、ね、はい、まあ、ぜひね、またちょっと、はい、あの CD だったらアルバムみたいなのできるタイミングがあったら、ね、遊びに来てください、ね、はい、こちらこそ、はい、今日ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日はですね、ゲストハイエナカーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ハイエナカーでした。Fファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは Fファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。
フィックスレコメン。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 枯らした想いは。番組がすべするライブ情報を届け、今週のフィックスレコメンド。今日は山岸、思い切って掴む。11月9日木曜、渋谷ルイード K2 にて山岸思い切って掴むが開催されます。午後7時オープン、7時半スタート。出演は山岸。お問い合わせは渋谷ルイード K2 まで、ぜひともチェックしてみてください。それではここで1曲、山岸でフォールンリーブス。同じようにするさ、だって君が、だって君が時が花を咲かすさ。嘘笑いでも何も言わないで、ならば抱きしめて、ああ先を急いでいても、振り返れば手を叩いてる、笑い合っているよ。枯らした中へ、あの夏をもう待っている。生まれ変わっても同じようにするさ、だって君が、君が、ああ雲がかかっていても、日が灯ればかき消してしまうだろう、綺麗な思い出ほど、ああ描いた初夏の眺め、色あせてく、まるで白黒の映画のように、ように枯らした。お送りしたのは山岸でホールンリーブスでした。ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。DJ ドラゴンと佐々木様がお送りしてきました、ビートリーサポーテッドバイルイド。さあ今月のエンディングテーマはイメージックの太陽と三日月の流星群を聞きながらお別れです。さあ今日ですね、はいはい、ハイエナカーが来てくれたんですけれども、ねえ、まあ、若干23歳ですけど、なかなかね雰囲気のある、ね、そうですね、ねえ、こうミュージシャンで楽しみですね、ちょっとね将来はね。そうですね、うん、ああいうなんかこうどうなのかなと、今のほらあの若い子たちって僕らと世代が違うじゃないですか、はい、見てきてるものとか、うん、感じてるものも違うなって思うのかで、でもエレカシが好き、そうですよね、アレシが好きって影響を受けてる音楽がなんかすごい自分たちの身近なもんだったりするんですね。うん、すごくそんな若い子いるんだってびっくりしましたね。ね、びっくりしますよね。まあ嬉しいですよね。はい、逆にそういう、ね、僕らがいいなと思っていたもの、はい、あね、そういうものをこうちょっと若い子はちゃんとこう引き継いでくれて、ね、なんかいいなって、ちょっとそんな
おじさんっぽい感慨深い気持ちになりましたよ佐々木さん。かわいかったですね、なんかこうフォルムとかね、ねえ、なんかあのね、いでたちが、いでたちがね、よかったですよね、はい、またぜひ遊びに来てほしいですね、はい、そうですね。さあ番組では皆さんのメッセージリクエストをお待ちしております、この番組ではね、来週、あ、来週か月末、リクエストをね大会をやってまして、はい、皆さんのいただいたリクエスト曲をいっぱいかけてるんですね、はい、さあ10月のリクエストテーマはこちらです。運動しようぜ、ね、はい、もうミュージシャンはね運動不足が多いですよ。そうですね、何かとね運動したくなるの、はい、今の時期ぴったりなのかなと思います、うん、さあその運動する時に聴きたくなる曲あったらぜひ教えてください、はい、そうですね。そして11月のテーマはこちらです。カラオケで何歌う、ねえ、はい、カラオケでどんな曲歌いますかあなたは、ねね、逆にこう佐々木さんに歌ってほしい曲、そうですね、そうのでもいいですね、うん、佐々木さんに歌ってほしい曲なんかリクエストくれたら佐々木さんが歌ってくれるかもしれないです、はい、ね、歌いますよ。ぜひお待ちしております、はい、メッセージとともに番組のホームページから送ってください。さあそれではまた来週もお会いしましょう。 FMGB3 サポーテッドバイルイド、お相手は DJ ドラゴンと佐々木おさむでした。また来週。